バモス J の開催する目的はまず一つは、テニスの普及発展、台湾でテニスをどん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 、普及を発展させてテニス人口増加に努めたい。これがまず一つです。それと、バモス J を実施することによって台湾の、コーチの人たちにも一緒に参加をしていただいて、コーチのスキル向上を図りですね。今もう世界ランキングで男子のジュニアは1位が台湾の選手ですし、やはりすごい上位の子どもたちも多いですから、やはりレベルは高いです。でこの台湾キャンプはランキング順に呼んでもらっているので、全体的なレベルが高いのですごくいいキャンプになっています。要回到中间。一つ大きなテーマについて言うと、ファインダーウェイということで、彼ら自身が自分自身で自分の今をどう変えれば未来につながるのかということを考えていくということが大事だと、それを伝えてきました。其实以前大家都认为说亚洲选手就是很难再跟网球欧美的选手比较高壮的选手去做竞争，那他们开始着力在运动科学，比如说发力的原理，那找到适合亚洲选手的一个运动的模式跟方式，那他们开始想要从小开始去扎根，然后蛮重要的，其实跟武藤教练一直在沟通的重点是说，他希望我们在训练上，其实每个选手都能够找到他的优点，那也能够找到他的差异性。以前可能都用手在打，然后来这边之后就会学习到什么用腰力，比较不会受伤。积极度就是希望我的脚是可以不停的一直动的，然后就是让准备跟就是跑出去的第一步能更快速。我是觉得在热身的方面，因为我们可能平常热身的话没有在这里做的那么足够，所以就是来到这里的时候，日本教练他会很多方面的教导我们热身的方法动作，然后要引导我们更积极。感谢 UNIX 及网球协会举办的 Marbles J 训练营，很感谢 UNIX 跟网球协会举办这个 Marbles 训练营。